はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。キブログです。私たちは今日ドイツのパン屋に向かってます。久しぶりの、おい握手をやめて、危ない。久しぶりにドイツのパンを食べたいと思います。半年ぶりぐらいじゃない？以前違うよ。ご在所にプレッツェルがたまたま売ってたお店があって、ただドイツのパン屋さんに明確に向かってパンをがっつり買うっていうのは多分半年ぶりぐらいじゃない？半年以上じゃない？レクサス借りて岐阜県の美濃加茂の方にいた時以来だね。今日はがっつりと、なんかめちゃめちゃドイツの雰囲気のドイツのパンのドイツのお店に向かってる。今日向かってるのがフライベカライサヤというベーカリーです。じゃあ行きましょう。そういえばね、まだね、歯が痛いよ。そう、もうずっと痛い言われ続けるよ。もう飽きてきたよ。手術から1週間ぐらい経つけど、まだ歯が痛い。かわいそう。だ、今もちょっと今薬飲んでるけど。いなべ市に着いたよ。やってまいりました、いなべ市。町と言ってもかなり山の中だね。かなりよ。やっぱりドイツのパン屋さんは山の中にあるね。そういうルール。そう、ドイツのパン屋さんは山の奥で作ると。もうほぼついてるよ、あと4分。というわけで楽しみなので、お腹空いてきたよ。確かにお腹空いてきたね。お、あった、フライベカガイサヤありましたね。本当にドイツに来たみたいな感じだね。ホルコンベカライフライベカサヤ。本当にドイツの建物ってこんな感じですよ。そう、本当にちゃんと作ったね。お、見て、テラスもある。あ、外で食べれるじゃん。ちょっと暑いけどね。中でも食べれると思うよ。これこれはドイツだよ。これライ麦パンじゃない、それ。そう、これプレッツェルに生ハム、うまそう。これもうまそう。よかった。あと、あの、持ち帰りもしたい。メアコアンのパン、はい、アニスアプリコーゼン一つと、はい、やばい、プレッツェルとめちゃくちゃ美味しそう。これもうまそう。これを食べよう。見てこれ、うまそう。もうエキサイティングだよ。プレッツェルもね、キュウリとハムが固まって、ここに見て、これだよ、本当の塊の塩がついてる。もう涙が出るぐらいうまいよ。嘘、食べれないの？びっくりした、今口開けすぎて痛かった。あったか、いった。食べれないってこと？いいよ、全部食べちゃうよ。一人で全部食べちゃうよ。うまっ。もうめっちゃドイツの味。うまっ。最高。たか、これ食べれないんじゃない？すごいね。熱そんなこと口開かないよ。そう、私も開かないよ。これめっちゃうまいじゃん。ね。わ、すごい。頑張って。うわ、美味しそう。このボリューム感すごいね。無理。絶対に無理。だよね。ちょっとあれだ。
近くだったら毎週末朝ごはん食いに来てもいいぐらい、うん、マジでうまい。最後の一口ちょうだい。私の最後の一口タカの顎が疲れてるからもう食べない方がいいよ。はい、ケチ。うまかったね。めっちゃ美味しかった。いろんな日本でドイツパン屋さん行ったけど一番美味しかった。ああ幸せだ。ここの近くに引っ越そう。ちょっと山の中すぎて。貝高が餌屋、めちゃめちゃおすすめです。デザートはどうする？デザート食べたい。社長はいつもやばいよ。絶対にデザート食べるよ。だからデザートを見つけたよ。早っ。社長はリサーチがめちゃくちゃ早いよ。特にデザートのリサーチがめちゃめちゃ早いよ。着いたよ。着きましたね。建物なんかおしゃれだね。パティシエギブリ。めちゃくちゃ可愛いでおしゃれだね、うん、お店がね。これレモンタルトと桃。めっちゃ美味しそうだよ。いただきます。うわ、これ桃1個入ってるわ。桃これ食べていいよ、全部一人で。豪華。丸ごと入ってるね。丸々1個見てこれ。うん、甘っ。めっちゃみずみずだよね。食べましたね。うん、パンも食べてデザートも食べて今お腹いっぱいになって帰りましょう。大満足だね。いなべ市、はい、グルメの街ということで。この動画をここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。